はい、皆さんこんにちは、大輝です。風邪ひきましたね。はい完璧風邪ですね。まあね、東京に行きますっていう話もしてたと思うんですけど、まあ先日ね帰ってきました。まあ今週がね、ほんま結婚式やら、まあこうカウンセラーのね養成コースセミナーを受けたり、まあそれを東京で受けたりもしてたんですけど、東京行ったりなんだかんだというね、まあやっぱちょっと忙しいというか、まあ心も体も動きまくりの1週間やったので、負荷はねそれなりにかかってたと思います。そしてまあ東京への移動とホテル宿泊なんかもあって、まあ環境もね、変わったし、で何よりね、東京で雨が結構降ってたんですよね。なかなか強い、もう傘さしても足元ずぶ濡れぐらいのね、雨が降ってた日もあったんですけど、まあそんなんで雨にも打たれたし、で寒かった、めちゃくちゃ。なんかね、もう一気に気温が下がって夜中とかもう15度下回るぐらいやったんかな。なんかもうすごい寒くて、僕ね、なんかまだ全然ね、なんか残暑というかなんかこうまだ夏の終わりぐらいの気分でその時はいて、普段の服って、まあ、僕夏場はね結構ユニクロのパラシュートパンツと、オーバーサイズ T シャツっていう組み合わせがね基本夏場多くて、まあ涼しいんですよ。パラシュートパンツもねシャカシャカしてて、こうなんていうの、まあ履き心地も良くって、で適度に薄くって、ですぐね、湿気も乾くしみたいな、で夏場のパンツとしてすごい気に入ってて、まあもうそれをねヘビロテしてたわけなんですけど、東京にもねその組み合わせで行きました。パラシュートパンツと、T シャツ、半袖 T シャツっていうねでまあエアコンとかね、こう新幹線とか寒くなったりした時に羽織れるように、まあ薄いパーカー、もうそれもねエアリズムのなんか薄いパーカーですよだけ持ってって言ったんですけど、もう全然足りなかったですよね、その防寒が、防寒グッズがね。もうズボンもペラペラやし、上は半袖 T シャツやし、羽織も薄いエアリズムやしみたいなんで東京は結構寒い思いしたな。いやもうほんまにこう秋ですよね。いや秋服もちょっと買わなとかね。あそうそう、んで東京から帰ってきて、でまあ奈良もねそれなりにやっぱ寒なってましたわ。もう先週とえらい違いですね、1週間でこんな変わるんやみたいな。今寒なってて、で夜中ね結構寒くて、でその時ね僕パジャマっていうのを、なんかそのルームウェア、寝る時の服も、まあなんか去年着てた、何着てたんかな、まあなんかその衣替えとかもまだできてないから、もうなんかようわからん、もうとりあえずこれ出してこれ出して、まあ長袖と半ズボン、半ズボンちゃうわ、長ズボンで、まあこれで寝ようかって寝てたんですけど、布団がペラペラの布団しかまだ出してなくて、夏場に使ってた布団、なんか薄い綿が入ったなんか布団、無印とかで買ったやつかな、なんかもうシーツと布団が一体になってるやつで、もう薄いんですよ。で僕らね夏場はエアコンつけっぱなしで寝てるんで、まあエアコンでこう冷えない程度の、こうあったかさが守れる布団なんですけど、それをまだずっと使ってて、でそれがねもうめっちゃ寒かったですね。夜中ってか明け方ぐらいかな、なんか寝るときはまあいいんですけど、明け方はちょっとまた寒ってなるけど、もうこれ以上もう着るもんもないし、布団もしまったまんまやしみたいなね、冬用のやつで、ああ寒い思いながら一日過ごしたりとかしてたんですけど、まあね風邪ひきましたね。
風邪をひく条件がもう全部整ってたっていう感じで、まあそらひくわなみたいな風には今では思うんですけど、まあ喉が痛かったりとか、なんかちょっと痰が絡んでたりとか、熱はないんですけどね、まあこう鼻水がちょっとなんか色ついてるかなみたいながあったりとか、ちょっとなんかだるいなとか、まあ風邪の症状ですかね。いやほんまね、皆さんも気をつけてくださいね。最近ね、こう気温の寒暖差とかも激しいし、なかなかねちょっとこう夏残暑もね長かったんで、まだちょっと夏気分でいると一気にねちょっと冷えて体調も壊しがちやと思うんで気をつけてくださいっていう、あの風邪ひきましたっていう報告で、なんかね、まあこの投稿も、まあ、どうしようかなって思ったんですけど、まあ喋れるは喋れるんです。今もこうやって喋れるし喋れるんですけど、まあレターとかね回答したりっていうのは、まあちょっとね、風邪がもうちょっと治ってから、集中がねもうちょっとできていい状態でね、収録したいなと思ったんで、まあちょっとそういう通常の投稿っていうのはお休みして、まあ一旦僕が風邪ひいてますっていうことをみんなにね報告できればなと思ってこんな放送をしてます。まあほんまね、こう東京もいろいろ行ってまあ頑張ってきた分ですかね。まあちょっとね、何やってきたかっていうのは結構個人的な体験やったり、そのワークの内容、そのセミナーの内容にも触れてたり、ちょっとだけね触れてたりもするので、ちょっとスタンド FM のメンバーシップの方でお話しさせてもらったんですけども、まあもうほんまに頑張ってきました。で頑張ってきた分、風邪ひいて休めよという風に言われてるのかもしれないですね。ちょっとゆっくりしなはれと。まあね、東京行く前からちょっとなんかいろいろ慌ただしい感じはあったので、なんか休めよっていう感じなのかもしれないですね。ゆっくりせえよと。ですかね。はい。まあそんなねこじらせてる感じでもなさそうなんで、まあ数日ねゆっくりしたらこう治っていくかなっていう、このああいつものこの感じかっていう感覚はあるので、まあ大丈夫やと思うんですけども、またね、次回は復活して収録してるかなと思いますので、よろしくお願いしますというのと、皆さんも風邪は気をつけてください。はい。これからね、インフルやらコロナやらどうしてもねその病気になりやすい、時期かなと思うので、はい、あったかくしてね過ごしてください。ありがとうございますじゃあというわけで、ちょっとね風邪なんで今日はこんな放送でということで、僕の状況をお伝えさせてもらって、皆さんもね風邪気をつけてねということを言いたくて、投稿しました。お聞きいただきありがとうございます。また次回以降の放送もねよろしくお願いします。ほな。